西陣の万重さんにお邪魔いたしております。万重さんにお邪魔しております。ちょっとだけこう乾杯って感じでそれでは今日また食卓いたしますんで、お楽しみに。ごめんなさい、先付けご予約させてもらってください。はい、どうぞ、はい、お願いいたします。きくなと舞茸のごま酢あんかけになっております。石垣小芋、卵黄を使った真珠に、ムカゴですね、ムカゴで石垣を模しております。芝海老のうま煮と、鮎の有馬煮、小餅鮎ですね、はい、でこちらが卵黄の白味噌漬けになっておりまして、それを牡蠣に見立てております。本当ですか。ローストビーフと、あ、ごめんなさい、カマステサって言ってます。これがお筋になっております、はい、でこれが稲穂を揚げたものになりますので、弾けてるものは指で取って召し上がりください。はい、で黄色いのはイチョウの葉っぱは南京でかぼちゃで作ってありますので、それも召し上がっていただきます。でこれを食べると胃腸にいいと多分ってごま豆腐が出てまいりました。今からいただきます。お刺身向こう付きが出てまいりました。今日はイカマグロですね。そしてアイカに取り寄せてまいります。土瓶蒸しが出てまいりまして、このように、大ぶりの松茸も入っております。それではこちらの万重さんの社長さん、田村圭吾さんお越しいただきましたのでお話でございますので、西重さんいつもご贔屓にありがとうございます。ありがとうございます。長年可愛がっていただいて、いろいろとご指導いただいて、ちょっと久しぶりお会いしたら1000人みたいになったのでちょっとびっくりしたんですけど、立派な髭で。ありがとうございます。今日はね、ちょっとお料理の方は秋なんで、まあ、今ちょうど皆さん召し上がっていただいてますけれども、松茸の土瓶蒸しの方をご用意させていただいてますし、まあ、この後うちの名物のね、鯛の荒炊き、それが今日料理かと言われるとどうか分かりませんけど、うちの祖父の時からね、うちの祖父が出してたら、西陣の織屋さんの旦那衆がまた次もつけてくれいうことで、いつの間にか名物になってしまったようなものですけども、はい、またご飯の方もね、栗とか、まあ、秋の味覚楽しんでいただけるように用意してますので、はい、万重さん名物の鯛の荒炊きが出てまいりました。中身はですね、こんなものでございますよ。魚が出てまいりまして、ズワイガニのそのものということで、はい、鮎の塩焼きでございます。今、まあ、おうち鮎でございましょうかね。お食事が出てまいりまして、松茸ご飯でございます。このお揚げさんの入れ方がちょっと面白くて、注目でございます。はい、最後に水物でございます。